皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルのレストランバーでね、割引特典ってありますよね。こちらはですね、2022年の6月30日で終了するっていう発表がありましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで皆さんね、こちらのメールね来たと思うんですけども、マリオットボンボンホテルではですね、ステータスに応じてですね、ゴールドであれば何パーセント、プラチナだったら何パーセントみたいな感じで、レストランのバーでね割引を受けることができるんですよね。まあこちらもまあ受けれるレストランとバーっていうのはまあ決まっていてですね、まあ使いたい使えなかったりするんですけども、まあこれがあるかないかでね、まあ 15% から 20% が割引なんで、結構大きい特典だったんですよね。でこれが2022年6月30日でね、こちら終了するっていう風になりますんで、レストランとかバーとかですね利用されている方、かなりね影響あるかななんていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで今現在ですね、アジア太平洋地域のねこちら限定の特典なんですけども、こういった形でですね、ゴールド会員であれば 15% の割引、またね1米ドルごとに最大10ポイントまでね獲得することができるっていう風になってるんですよね。まあこれがねゴールドステータスの特典ですね。でプラチナステータス、チタンステータス、アンバサダーになるとですね、さらに割引率が上がって 20% プラス1米ドルごとに10ポイントがねもらえるっていう形になるんですよね。非常に大きいですよね。まあこれがですね、残念ながら2022年の6月30日でですね、こちら終了っていった形になるんですよね。またねスパってありますよね。スパに関してもこちらはですね、ゴールドプラチナとかだとですね 10% のポイントとかね獲得することができてたわけなんですけども、こちらに関しても2022年の6月30日でね終了っていった形になりますんで、まあこのレストラン、バー、スパとかねよく利用されてた方はですね、かなりね影響ありますよね。ぜひね覚えておいていただければなと思います。こちらね2022年の6月30日ということで、今日ねこの動画が出てるのは6月の26日っていう風になりますんで、あとね4日間ぐらいでこれ終わってしまうんですよね。ですのでこちらね覚えておいていただければなと思います。で公式サイトにはですね、この詳細っていうのはまだ全部が全部ね出てなくてですね、特にねあのグレーな部分っていうか、よくわからない部分としてはですね、今ねマリオットボンボンホテルではこういった感じで12歳以下のねお子様の朝食は無料なんですよね。ですのでまあ私の子供4歳なんですけども、まあ子供はねあの朝食ねプラチナステータスであの朝食いただくときに子供料金、まあ4歳だとまあかかんないことの方が多いんですけども、まあこれが仮に小学生とかになってもですね、12歳未満であれば無料でね利用することができるんですけども、こちらに関してはですね明確な記載がねないっていった形になりますんで、もしかしたらですねこちらもねなくなってしまうかもしれないです。でこれに関してはですね、またね公式サイトでね詳しく発表がありましたらね解説出したいなっていうふうに思うんですけども、ひとまずですね割引の部分と、ポイントの部分、あとスパの割、ポイントの部分ですね、こちらに関しては2022年の6月30日をもってね終了っていった形になりますんで、こちらね覚えておいていただければなと思います。でこのねレストランバーのね割引時代が6月30日で終わるっていう話なんですけども、7月1日以降ね全くなくなるのかっていうと、まあそういうわけではなくてですね、今年にね出ましたこのマリオットボンボンクレジットカードありますよね。でこちらの、こちらはプレミアムカードなんですけども、一般カードがありますよね。一般カードを保有されている方は飲食ね 10% 割引っていった形になりまして、こちらのねプレミアムカードであると 15% 割引っていった形になるんですよね。でこちらねあの今まで同様国内のね参加ホテル対象のレストランバーっていった形で、まあこれもねまた詳細が後日出ると思うんですけども、2022年の7月1日以降はねこういった形になるんですよね。まああのマリオットボンボンホテルねよく行かれる方はですね、このプレミアムカードね保有している方が多いかななんていうふうに思うんですけども、まあ飲食ね 15% 割引っていうふうになりますんで、まあ今までねプラチナステータス以上の方はですね 20% 割引だったんですよね。で今回ねあの7月1日以降は 15% 割引になってしまうっていうふうになりますんで、今とね7月1日以降だとプラチナステータス以上の方はですね、ちょっと 5% ねあの割引はねあの減ってしまうっていった形になりますんで、まあちょっとね残念ではありますけども、こうなります。ですのでこれね、2022年の6月30日に今のが終わって、で始まるのが7月の1日からということで、
来週のね週末とかはもう7月入っておりますよね。ですので来週の週末とかですね、マリオットボンボンホテルで、まあ、宿泊予定があってレストランバーとかね利用される方はですね、もしかしたらですねこちらね新しい割引に切り替わっているか、まあ、もしくは前の割引を使わせてくれるか、もしくは全く使えないか、ちょっとこれね全然わかりませんので、これねレストランの方にね問い合わせねしていただければなと思います。まあこれね問い合わせしたところでっていうものあると思うんですけども、一応ねこの今の割引制度が6月30日でね終わってしまうっていう風になりますんで、まあすぐね7月1日以降使えると思うんですけども、これもよくわかんないですよね。すぐ使えるようにねもうあのシステム上がなってればねいいんですけども、まあ、もしくはレストラン判断でね、まあ、使えるみたいな感じになってるのであればですね、混乱みたいなのはねないのかななんていうふうに思うんですけども、まあ6月30日にね、まあ、終わって4月以降ね切り替わるっていうふうになりますんで、まあ、もしかしたらですねちょっとね利用できないみたいなね、まあ、そういったのもですねもしかしたら出てくるかもしれないので、こちらね覚えておいていただければなと思います。正直ねこのアジア太平洋地域のこのレストラン特典っていうのはもうすんごい前からねこちらあったので、もうねこれ終わんないんじゃないかなって個人的に思ってたんですけども、まあ一応ね規約上はね2022年の6月30日までだったらしいですね。私もね全然あのずっとある特典なんで、これもずっとあるんじゃないかななんていうふうに思ってたんですけども、こちらあと数日でね終わるっていうふうになりますんで、ぜひね覚えておいていただければなと思います。ということで今回ですね、ちょっとね簡単な動画にはなってしまったんですけども、マリオットボンボンホテルのレストランバーのね割引特典とボーナスポイントの部分ですね、2022年6月30日で一旦終了になってですね、7月1日以降はですねこのマリオットボンボンホテルのクレジットカードを持っていると、まあ、割引はね受けられるっていった形になります。でまたねポイントに関しては、まあ、今まではですね1米ドルごとに10ポイントがね最大獲得することができてたわけなんですけども、まあ、こちらに関してもですね、まあ、現在の表記だとそういった表記はないって言った話になりますんで、まあこれどうなるんですかね。今の感じだとねボーナスポイントはね記載がないので、普通にねホテル利用分のねポイントになるのかななんていうふうに思うんですけども、まあひとまずですねこういった感じで7月1日以降ねレストランの利用の割引とポイント付与ね変わるって言った話になりますんで、利用予定ねある方はですねぜひね覚えておいていただいて、不明点はですねレストランの方にね確認ねちょっと確認してもわかんないかもしれないんですけども、一応ね確認だけはですねしていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に入った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。